こんばんは。こんばんは。毎週火曜日20時はマーケッツのツボ3人揃いましたよ。バッチリでしたね。ぴったり、はい、はい、そうですね。というわけでマーケッツのツボ、いろんなテーマを使ってるんですけども、はい、今日はこんな感じです、はい、なんと本当にやっちゃいます。マーケッツのツボ、モテの経済学、つながりが価値を生み出すってちっちゃい字で書いてありますけど、はい、今日のゲスト、はい、私は日経新 ABC のカリスマ恋愛マジシャン直江敦です。よ、モテコンサルタントといえば山口洋平さん。山さんはちょっと簡単に自己紹介してください。どんな方ですか？ですね、あの本を書いてますで、はい、たまに大学生、たまに仕事をしていますけども、まあ、基本的にニートで家に引きこもっております。そうなんですか？めっちゃモテそうな感じですよね、はい、お、親しみ湧きますね、はい、親しみが湧く、はいはい、そして、はい、モテといえばもちろんこの人、はい、モテといえば矢川です。今日はあの最適なテーマということで呼んでいただきました。こんなもんでいいですか？話してる途中から終わってますけど、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、この3人でですね、っていうかもう今回は何をやるのかわからないといろいろ言われてるんですけども、いろいろお話をしていただくんですけど、前半例えばこんな感じ、意外と真面目でした。お金の土台が変わる、どんな変化が起きてるの、読んでもわかんない、縦から横へ、円から円へ、信用の方程式、わかんないですね、ごめんなさい、僕の要約が悪かった。ですね、いろんな国や企業の組織の形が変わっているので、うん、マネタイズの仕方とかビジネスの仕方も変わってますと。でキーワードは人と、あ、もうパタッと落ちてます、あ、カリスマが、つながりとかその信用だって話なんですよ、うん、でこれをモテの経済学と言い換えれば言えるのではないかと、はい、山口さんのつぶやきを見ながら私が勝手に考えたんですね、はい、でちなみにそれだけで終わったらモテの経済学じゃないので、休憩を挟んだ後半はモテの経済学をやります。知りたい、うん、何書いてるのか分かんないですね。まあ、ここはそうですね、これは最後まで見ていただいた方のいかにしてモテるかっていう本当のガチの経ガチです、モテ論、まあ、ですね、はい、うん、まあ、とにかく2人に喋っていただければ、はい、もう説得力満開、バッチです、はい、バッチですね、これ多分ね、本当本当にね、一生ものだと思いますよ、これは。でちなみに今日もですね、山口さん、はい、本のプレゼントがあります。こちらです、はい、なぜゴッホは貧乏でピカソは金持ちだったのかという、うん、本と、はい、あともう一冊ありまして、はいはいはい、そうですね、これタイトル長い、はい、そうですね、これ、そうですね、そろそろ会社辞めようかと思っている人に一人でも生きていける知識をシェアしようじゃないかと、いう2冊をプレゼント、合わせてか5冊、まあ、5人の方に、あ、プレゼント。ちなみに緊張は最近出した本はあれ、会社、あれも会社辞め編です。そうですね、はい、これはですねちょっと売れたんですよね。これ売れたんですか？売れたんです、はい、自分で言いますね、はい、なのでそしたらもう次ゴーと辞め系で、まだ辞めてないのっていうことで、本のタイトルがまだ会社にいるのっていうタイトルの本を出したんですよね。うん、はい、ネガティブですね。そう、まだ会社にいるのってダメ押しで出したんですけども、はい、そっちはいまいち売れてない。そうですか。いや、僕はこれ1年ぐらいになりますかね、1年ちょっとかな、これどっちも僕買って会社に代わり番号に両方置いといたら、うん、なんかね、うんうんうん、これをこうポンと置いとくとみんな目が止まるんですよ、はい、なんとなく、それはなん、そうですね、いいんですか言って、揃えやめみたいな、はい、どう、うんうん、まあそんなことでした。確かに読んでみたい。よ、こっち、こっち、そう、こっちこっち、それ問題ない、いや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 、そうそうそう、まあ、深くは突っ込まず、はい、そういうことも含めてですね、モテの経済学やりましょう、いきますけど、はい、で、そう、これは何をやるのか、なんかお金の世界が変わっているらしい、そうですね、はい、うん、という話なんですよ、うん、ちょっとじっくりいかないと分かりにくいところもあるので、うん、で皆さん、あ、それから無料で見ていらっしゃる方は15分でおしまいなんですけども、そうですね、どんどん質問とか書き込みとか入れてくださいね、うんうん、恋愛のことは矢川さんが、つながりのことは山口さんが答えます、はい、うん、何でも答えますね、はい、何でも答えます、はい、はい、どしどし、はい、やりますか、じゃあ、はい、はい、これをちょっとマー君、
ちょっとねベースになるような話でお金の土台というかなんかイヤーン喋ってって書いてあるんです。イヤーンってのは矢賀さんのことですね、はい、なんかずっとそう呼ばれてる。あ、なんかねそう呼ばれてたりします、ね、イヤーンってイヤン側なんでね、はい、はい、イヤン握手会はいつですか。握手会あなたのためにいつでもやりますよとか言って質問突っ込んでくださいよちょっといやちょっと書き、はい、質問飲んでますか。今日も直江は別に飲んでません、日焼けしてるだけですはい、お金の、はい、土台が変わってちょっと簡単に山下さんこれ、はい、うん、その最初はですね貨幣論というかお金の話したいんですよね。その、お金の話、お金っていうものはそもそも何なのかっていうのが話したいことで、うんうん、はい、でみんなお金はお金だと思っているんですよ。お金はお金、みんなお金は欲しいでぐらいの話しかない、うんうん、ないんですけども、はい、そもそもお金っていうものは何なのかっていうのを知っておくことはまず結構重要なポイントだよねと、はい、で、すごく重要なポイントはこの昔はですねお金っていうのがそのまあ金とか鉱物とかそういうものを前提として、はい、うん、そのお金っていうものがこう発行されていましたよって一番、まあ、左ですね、左の、はい、ちょっと寄ってみましょうか、はい、どうぞ。ここね、うん、ここはそうですよね。そうなんです、はい、はいはいはい、で、はい、今はその、まあ、こう50年ぐらいですけども、150年ぐらいですけども、この真ん中の、国家ですね、国家っていうのはソブリンっていうんですけども、まあ、はい、まあ日本とかアメリカとか中国とかの中央銀行がその信用っていうのを管理して、うん、で、まあ、お金を吸ってますよというのがその今のお金の状況なんですよね、はい、だけど実はもうこの国家っていうのがお金を吸ってはいるんですけど、結構あらゆる先進国が実は破綻しているわけで、財政的には破綻していて、まあ、国家中央銀行がそのお金を吸るっていうこと自身が若干怪しいよと。だみんな今お金は安定してると思ってるんですけども、非常に不安なものだと。今不安定、不安定なんですね。で、まあ、実はその、まあ、今後で出てくる社会っていうのはその、この右側ですよね。その実は、お金っていうのは価値と信用の土台があれば、まあ、発行することはできるわけですね。厳密に言えばそのお金とは何かっていうと、その価値と信用を数字にしたものなんですね、はい、ってことは価値と信用の土台があれば発行できますよと。それは国でなくてもできます。そうです。それ国がその信用を担保していたのが、うん、その今まで の, そのまあネーションステートっていうんですけど、その国民国家制の中で、うん、そういうふうなあの構造にあったんだけども、うん、まあ、実はこのグローバルカンパニーとかがですね非常に大きくなっていたりとか、うん、まあ、個人自身が大きくなっていますとか、うん、そうするとですね、その貨幣の発行の母体が変わってくるよということなんですよね。今企業も個人も出せるんですか。出せるようになってくると。今はもう皆さん個人もそうですね、うん、あるいはそのお金を使わなくても実は価値を交換することができる社会、うん、物々交換じゃないですけども価値交換する社会もできてくると。シェアとか交換みたいな話ですかね。そうですね、はい、というように、信用、まあ、これまではその資本主義って言ってます、うん、資本主義だったんですけども、これからはまあ、どちらかというとその資本の前提になっている信用というのをもう一回問い直すような、そういうふうなこう世界になってきているんですね。実はいろんなお金が発行されていて、皆さんその最近流行ったそのビットコインとか来ましたよね。で一体何がその信用を保管しているんですかというと、それはセキュリティの強さですよね。セキュリティをその強くすれば強くするほどそのビットコインというものの安全性が増して、じゃあそれで取引しようということが人が増えてますよ、うん、というような状況ですね。例えばその企業も出せるっていうのは僕いっぱいポイントカード持ってるんですけど、はい、ポイントってのはそういうことなんですか。そうですね、ポイントって企業通貨の一種ですよね。あれは国は出してないですよね。あれ結構な僕量になってると思うんですよ、ね、うん、そう思いますね。これは最初に気が付いたのは多分そのツタヤの増田さんだと思うんですけども、まあ、T ポイントカードどこ行っても聞かれるんですか、うん、はい、そうですね。そうですよ。あれは、まあ、その T ポイント経済圏というのを作りたいわけですね、うん、その中で作りたいその独自通貨をもう作るということがその狙いで、最近は楽天とかね、楽天のポイントとか、まあ、一生懸命、まあ、一生懸命やってますよね、はい、まあ、あれが3兆円ぐらい出てるんですね、実はね。 T ポイントって最近図書館で使えるようにしてるところあるんですよね。図書館ですか。自治体と提携してるんですよ。へ、これ結構難しい話でっていうか、はい、あの
ある自治体のすごい有名な自治体の図書館行くと T ポイントカードで本借りられるんですけど、個人情報難しいじゃないですか。そうですよね、うん、だけどうまく使うとものすごい個人情報っていうかビッグデータを彼ら手にしているわけですよね、うん、だから、うん、結構ねややこしい話もありですよ。でも図書館ってもともと無料で借りません？借りるときにそのカードで履歴が残るんですよ、はい、あ、なるほど、そういうことですね、うん、で彼らが欲しいのは図書館っていうか伝えが欲しいのは要はお金じゃなくて情報ですから。情報か、うん、ネットワークですから。へえ。それ自治体入るのどうなのっていうのは、そうですね、難しい話ですよ、うん、でもまあそれぐらいあちこちでいろんなお金って出てき始めている。ビットコインもね全然終わったってわけじゃないと思うんですよね。そうですよね、はい、問題もありってことですよね、うん、そうですね、はい、うん、なのでそのまあ竹牛ね、竹押しですね、はい、竹押しですね、はい、別に全然秘密でも何でもない話です。続きますか。そう、そうですね、はい、というわけで、なんかお金の土台が変わってると、はい、これがそうですね、はい、うん、でまあまあ重要なことはその例えば円を貯めようとかドルを貯めようとか、うん、まあ、そういう話にこうあんま考えないとなるんだけど、うん、まあ、それは結構あやふやなものですよと、うん、で信用の土台がなくなると、まあ、それ自身も価値がなくなるし、それからいろんなその実は貨幣というものが出てきていますよと、っていう中でまあ、どういうふうに生きていかなきゃいけないのと、どういうふうに投資をしたりとかしなきゃいけないのっていうことを考えなきゃいけないと。お金は絶対じゃないってことですか？お金という概念はすごい強いんですよ。お金という概念ですよ。でお金、なぜお金が強いのかっていうと、うん、その昔、ね、共産主義とか資本主義とかあったじゃないですか。でお金って何なのって言ったら、お金って一言で言うと数字だと思うんですよね。うん、わかりますか？数字。お金って結局その僕ら その価値をコミュニケーションする時の、はい、言葉ですよね。コミュニケーションする時の一つのツールですよね。これが100円です。全部お金に換算すれば、まあ、共通言語に落としていけるっていうんですかね。分かりやすいですよね、うんうんうん、数字にすればね。そうです。だからお金、まあ、数字っていうのは何かっていうと、その全く誤解のないコミュニケーションツールですよね、うん、まあそうですね、そうです。だけどその数字っていうものは文脈を伝えることはできないんですよ。文脈分かります？なんか例えばそのこれが100円でこれも100円だけど、うん、はい、これはすごくその今僕のために買ってきていただいた非常に温かい気持ちのこもったコーヒーじゃないですか。でも、まあ、100円は100円なんですよね、はい、でこれも100円といえば100円ですと、うん、でその背景にある200円だどこで貼り合うんですかちょっと、まあ、はい、背景にあるその文脈が、はい、その伝えることができないよと、うん、あ、なるほどね、はいはい、でもまあ数字ですよね。うん、ですね。80億人ぐらい、80億人、100億人ぐらいその世界に人がいて、うん、まあ、誰もその数字が理解できない人ってあんまりいないんですよね。あ、うんうん、確かに、そうですね、数字はもう本当グローバル言語ですね、うんうん、というわけで最強の言語なんですよ、うん、なので確かにね、稼いだ100円と拾った100円は本当は違う、違いますもんね、価値がね、うん、そうです、うんうんうん、稼いだ100円でなんかあるんですけど、はい、そうなんですね。あと1分で16分経過、はい、 はい、あと1分経つと無料で見ていただいている方が残念なんですけど、はい、もうすいません、佳境です、うん、ここから。しかも後半はもうリアルガチモテ経済ですけど、ね、まあ、気にせずいきましょう、はい、いきますか。数字はつまり最強です、はい、数字はつまり最強なんですよ、うん、で、まあ、要するにお金の母体はどんどん変わってきます。ビットコインとかね、いろいろ変わっていくんだけども、うん、お金は残るんですよ。残ります。そうですね。で、うん、そのエネルギー、何かを起こすためにエネルギーが必要ですよね、うん、でそのエネルギーを集約する、閉じ込めることができるものは2つしかなくて、実は、うん、1つはその数字というお金ですよね、うん、だからお金なくならないんですよ、うん、お金は世の中から、はい、でもう1つはそのこのインディビジュアルって書いてありますけど、個人、まあ、インディビジュアルって、うん、はい、でこれはインとディビジュアルでは、うん、というもののつながっている言葉なんですけど、うん、要するにディビジュ分けることができない最小単位っていう個人、はい、だから個人にも実は信用っていうものがあって、そこにもエネルギーを閉じ込めることができるんだよと、はい、でその個人の中にこのエネルギーを溜め込んでおくことがこれから実は重要になってくる。うん、今のお金自身が信用が破綻したときに、個人が持っている、その人の持っているその信用の土台というものが経済生きていく上でかなり重要になってくるっていうことです、ね、これはなんて言うんでしょう、
どっちがどっちっていう補完関係みたいなものですか。補完関係にあります。と工事、はい、でどちらも同じ役割をしてますと。そうですね、資源、